はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシュです。では、This is a Police、続きやっていきましょう。今日は22日目になります。まず朝刊からですね、ホームレス男性宝くじ賞金のすべてを教会に寄付。これ確か前回2300万ドル、ホームレスの男性が宝くじを引き当てたか拾っただかみたいな、ニュースが出てましたけど、それを全額教会に寄付か。なかなかできることじゃないよな。で、学校のダンスパーティーに人が殺到、清掃員死亡、どういう状況なんだろう。ゲイクラブ未成年の入店許可が判明というところですね。では今日も元気に出勤していきましょう。ダンスパーティーで、人が殺到して清掃員が死亡したっていうのは、前回ポップミュージシャンのコンサートを断ったのと関係がなければいいなというぐらいかな。メイ、母が車にはねられました。まあ、じゃあすぐ行ってください。小泉、一つ階級を上げましょう。では、今日も元気に出勤していきます。いつもの通り、ジンジャーグリーンを聞きながら行きます。何？予算削減か。早いな、予算削減が来るのか。じゃあメイをオフしましょう。で、インターン刑事、署に派遣されてきたインターン刑事のトマス・シュメリングですが、ボヤ騒ぎを起こしました。記者会見室でタバコを加えたまま居眠りしたんです。進行中の捜査の資料は全て燃えてしまいました。気の毒なことにひどい火傷を負って入院してます。もうあいつの検視システムはおしまいですね。まあそうだな、こんな事件を起こしたら。お、爆発物を売った金ですね。50%シェアしましょう。で、リクルートがまたできると。刑事スロットで言うとどうかな。ボーク・グラスゴー刑事をシフト B、ロバート・シャロー刑事をシフト A に追加していきましょう。どっちかっていうとね、警官の方が欲しいんですけどね。ここまで今日は平和に来てますよ。と言ってるところで器物破損ですね。チャイナタウンの学生寮、どんな内容かちょっと早速確認していきましょうか。チャイナタウン学生寮、トラックがホステルの敷地内に突っ込んだと学生から通報。トラックから降り立った小太りの男はチェーンソーでベンチを切り刻み始めた。別の学生たちが止めようとしたが、その男はチェーンソーで脅しながら、夜間は静かにするよう丁寧に注意したのに、これからはどこか別の場所でお前らのケツを休めるんだなと激しさ。ちょっとクレイジーなおっさんがいるんですね。じゃあこれは小泉にヨスピー、この2人を派遣しましょう。いや、ケネディも出すか。ここで殉職者を出すわけにはいかないので、シフト B の方が若干人員が足りてない感じがありますね。もう1人、2人、そうですね、2人警官がいれば足りるかなという感じですけどね。おっと、チャイナタウンにさらに人の派遣が必要か。じゃあプロテクターを送りましょう。で、さらに武器を用いた暴行騒ぎが起きていて、ここにはコチとスワットチームを出すしかないかな。で、器物破損の方の報告ですけどね、死人が出てないことだけを祈りましょう。犯人逮捕ね。よし、大丈夫ですね。で、武器を用いた暴行事件、JJK 法律事務所ですが、オフィスのドアは閉まっているが、中から男たちの悲鳴や銃声、そしてガラスの割れる音が聞こえる。秘密の鍵を、
秘書の鍵ですね。どうしようかな。秘書の鍵を使いましょう。で、スーツを着た坊主の男が血まみれに倒れている。ファーコートを着た女がテーブルの上に立ち、倒れた本棚の後ろに隠れている2人の男に銃口を向けている。これテーブルの足を打って転がしましょう。よし、犯人も捕まえたし、警官も無事だし、市民も無事、完璧ですね。で、サンド一家からのヘルプ要請、2人か、ちょっと2人いないんで少し待ちましょう。お、戻ってきましたね。じゃあ先にサンド一家の処理をしちゃいましょうか。一家の一員が住む家がチンピラたちに荒らされた。どうやら何かを探していたようだ。金ではない何か別のもの。重要な連絡先が記されているノートがもかもしれない。損害を被るわに奴らを処理してしまおうということですね。じゃあここはクックにケネディ、この2名を派遣しましょう。で、それとは別に、ボイド所長、私がプロデューサーを務めるテレビ番組すべての人に正義をの視聴率が先月ガタ落ちしました。アンケートを取ったところ番組信憑性が感じられないということでした。今ちょうど次のシーズンの撮影をしているんですが、その中で警官が出てくるエピソードがあります。少女を誘拐してパトカーでレイプするという変態警官なのですが、それに本物の警官を使いたいんです。予算はあまりないんですが、出演してくれた警官とあなたには2000ドルほど配りますと。じゃあこれ小泉しかいないからね、今男が。小泉を送るしかないですよ。で、爆破が予告ながフリーバーグ事件ですね。うん、フリーバーグ銀行ですね。市内にある銀行の支店から通報。体に爆発物を巻きつけた男が侵入。その男は1時間以内に報道機関とテレビ局と会話ができなければ皆を巻き添えにして自爆すると脅迫している。住宅ローンを支払えなくなったことが原因で銀行に家を没収されたらしいが、この男は住宅ローンすら組んだ覚えがないと主張している。なんかもうクレイジーだな世の中。スワットチームは出してしまってるんで1回しか出せないですからね、現状の構成だと。スワットが拡張されれば、まあ、2回という形でね、派遣もできるんでしょうが、現状は1人1回だけですからね、1日1回って言った方がいいかな。で、爆破予告事件ではクロスピーが死んだか。くたばりやがれボイド、お前のくだらねえ命令なんてクソくらいだ、もうやめさせてもらうぜということで、一番優秀だった小泉さんがやめちゃいましたね。3000ドルはもらったけども、さらに爆破予告ではクロスピー警官が死亡。マジか、市民も死んでいるね。いやー、シフト B は厳しいな。で、サンド一家から2人出せって言われてもな、2人出したらもう終わっちゃうからな。うちの市の職員を雇っているのだが、そのうち1人は公共交通機関を使って貴重品を運んでいる。荷物は明日出荷する予定だが、ドックが片付く前に荷物を船外に捨てようとしているチンピラがいる。港にいる仲間の情報によると、奴らは警備員に賄賂を渡したらしい。なるほど。シフト B は急いで人を補充していかないと、小泉も失ったし、いろいろ弊害が出てきますね。で、ミセスソファー家具店、器物破損。挑発の老人が大型ナイフを持って店に入ってきたと店長から通報。その男はソファーの裏張りを切り裂いて、俺の金はどこだと叫んだ。早くこいつを逮捕してくれってことですね。まあ、狂ってるよね。確かにクックとケネディしかいないんで、このクックとケネディを送り出しましょうか。あとはもうこの事件が起きないまま終わってほしい、今日一日が。シフト B はそれぐらいピンチなんですよ。で、窃盗事件の方はというと、新しい写真は見つかっていない。
器物破損の方はというと、ソファの中に本当に札束が隠されていたと。もう犯人には逃げられたけど金をゲットしたんだな。金はマフィアに売却を依頼。金を見つけたじゃなくて、これ金ですよね。金をマフィアに売却を依頼する意味がちょっとよくわからないけど、まあいいでしょう。さあこれで、まあ今回は警官が一人辞め、さらに、まあ残念なことに、警官が一人ね、殉職してしまいましたが、まあなんとか22日目、プレイを終えることができました。手続きはすぐにしてあげましょう。クロスピー、はい、というわけで22日目、いかがでしたでしょうか。次回は23日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。